自民党の広瀬めぐみ参議院議員が公設秘書として届け出ていた人物に勤務実態がなく、国から給与を騙し取った疑いがあるとして、東京地検特捜部は関係先を捜索しました。家宅捜索に入っているのは、自民党広瀬めぐみ議員の東京千代田区にある参議院議員会館の事務所などです。 関係者によりますと、広瀬議員は、公設秘書として届け出ていた人物に、公設秘書としての勤務実態がなく、国から支給された給与を騙し取った疑いがあるということです。広瀬議員は、今年3月に秘書給与をめぐる疑惑について、週刊誌で報じられた際に公式ホームページで、しっかり勤務実態があったことに間違いありませんとコメントしていました。